こんにちは、シュです。今回ですね、天聖アヌビス使って闘技場行きたいなと思います。じゃあ挑戦します。お、いいね。あの闇吸収のやつね、出ちゃうと若干めんどくさかったんだけど、普通にいける。よしよし。アヌビスはね、Q コンボで倍率がね、結構上がったんですよね。OK ですね。確か、今まで Q コンボで16倍だったのかな？それが25倍になったんですよね。で、最高の倍率も12コンボだったのが11コンボで出るようになって、より使いやすくなったのではないでしょうか。封印は100個ある。確かね、お国が2個持ちなんですよね。でさぁ、ちょっと聞いてほしいんだけど、訪れがマジでやばくて、さっきネプドラの動画撮ったんだよね。なんだけど、訪れがほんとすごくて、多分上げないレベルですごいんですよ。上げれないレベルで。なんで、今回もちょっと訪れあったらね、どうしようか悩むんだけど、いや、上げようか、今回は。あ、でね、ちょっとアヌビスの副属性が闇になったじゃないですか。なんで、こことか結構きついんだよね。今までだったら、白とか使って副属性で一気にいけてたこともあったんだけど、そこがね、若干これによってやりにくくなった。そう、さっきから闇消してんだけど、闇が降ってくんな。あー、ちょっと残っちゃった、お邪魔。よし、で、ここで闇吸収切れたね。行きましょう。でね、ちょっとアヌビスでやってみたいことがあるんだよね。いや、盤面悪いな。何かというと、マシンヘラを今回、副属性を水と火にして、モーリ使って900倍出して、マシンヘラをね、ワンパーしてみたいんだけど、無理かな。無理でもいいからね、どんな感じになるかやってみたかったんですよ。私、毛利持ってないんだよね。で、あいつを殴るには二色神で結構がっつり殴りたいんだけど、二色神探したら基本的に光か闇入っちゃってるんですよ。なんだけど、マシンヘラってあれじゃないですか、最初。光闇吸収じゃないですか。なんでね、闇か光入ってる二色陣は入れたくないんだよね。なんでそう考えると毛利が割とベストなんですよ。いやー、やりたいな。なんか代用ないか探したんだけど持ってないんだよね。モンハンコラボの猫とか意外といいなと思ったんですよ。火と火の二色陣かな。なんだけどそれも持ってなくて、ちょっとできないかな。まあ頑張って代用あったらやりたい。マシンヘラ副属性ワンパンしてみたって。まあワンパンもいけるかわかんないんだけどね。それも含めてやってみたい。いけんのかいけないのかみたいな。ここでしっかり回復して。あ、今キー取っとけばよかったな。で、ここでソニア使っちゃおうか。すごいもったいないね、こいつにソニアを使うって。いやー、だからさー、ちょっと動画にできないんじゃないかなー。で、次がね、タマドラなんだけど、タマドラね、アヌビスバインド大佐持ってるから結構いいよね。オッケー、しかもバインドいないじゃん。激アツだな。で、ゼロオーブ使って、うわ、すげえ、なんかいろいろずれてるけど、オッケー、結果オーライ。うん、いいね、9コンボ盤面。やっぱね、9コンボ盤面あるとありがたいよね。これで最高倍率か。どれぐらい出んだろう。1、10、100。わかんない、500万、5000万。でも900倍だから5000万かな。
で、ここはイザナミ使って。あー、やべえ、ちょっと、わかんねえ、パズルが遅い。あー、ちょっとあれだな。街にも全然なってないからよろしくない。落ち込み1個。オッケー、やっぱゼロオグが効いてる。このお邪魔2個っていうのがね、一番嫌なパターンだよね。ゼロオグみたいな感じで。ゼロオグじゃない、グリザルか。グリザルみたいな感じで。お、いいね。お邪魔を増やしてくれた。で、ここでしっかりクミーノ。で、水落としーノ。落ち込み1個。よし、いいね。この子は柔らかいんで、多分これでいけると思うんだけどな。わーお。ちょっとごめんなさい、充電します。お、あー、闇来ちゃうか。ただこれ AI がね、うまいことやれば倒せると思うんだけど、無理かな。頼む、うまいことなんか起きろ。お、いいぞ。これどうすればいけんだろうな。頑張って闇を倒してほしい。あー、ダメだこれ、ほんとうまいこといけばいけると思うんだけどね。わーお、いやー、これ行きたいなー。ちょっと10ターン耐久するのめんどくさい。お、いい感じだ。ちょっとこれ行けます。これ一回闇処理して OK で、スキル使って4倍でいけないかな。いや、普通にコンボしよう。普通にコンボします。方向転換。これで闇の落ち込んさえなければ。よしよしよし。スキル使った意味は全然なくなっちゃったけど。OK。ここゼロオグ使おう。一応最大かな。オッケー。闇ファーガン。一回整地しようか。整地入れて。このパーティーはね、指長いから指減らされてもそんなに困りはしない。まあ、でも、イザナミとかね、来ちゃうと結構めんどくさいんだけど。これスキル使ってないけど、こんなに闇あればいけんじゃないかな。スキルなしでも。落ち込み1個。よし。お、いいね、2個。おー、いい。で、ここもね、できるだけスキルなしでいきたいんだけど、さすがに厳しいかな。あー、そうか、指減らされてんのか。ゼロオグと、あ、イザナミ溜まりない。ここイザナミ使って抜きに行こう。指減らされてんのだけ忘れないようにして。ちょっと盤面悪いな。盤面が非常に悪い。もちろん2つ1個 OK。 いいですね。
両立しようか。両立します。で、指減らされてんのだけ忘れないで。オッケー。うん、なかなかいい火力が出てる。わー、これちょっとめんどくさいな。これって3体以内で倒さないとやられちゃうのかな。どれぐらいなんだろう、攻撃。ちょっとあんまよろしくないな、コンボが。これちょっと怖いな。どうしよう、奥に使う。ここでハク使うのも、いや、ゼローグ使って、ちょっと、なるようになれで。やばい、ミスった。いやー、これどうなんだろう、耐えれんのかな。耐えれること信じて設置します。多分半分以下でまあまあでかいダメージ来たんだけど。オッケー、よかったー。これ半分以上ならずっとこの攻撃なのかな、ちょっとわかんないよ。うおお、すげえな、ゼローグが。ここは闇多いからこのままいっちゃおう。で、指減らされてんのだけは、やべ、めっちゃずれてる。こうか、待ち。頼む、1個もでいい、1個だけ。よし、いいですね。で、次がグリザル。グリザルはね、どうやろう。初手多くに、いや、ハック、ハックありかな。ハック初手使っちゃおう。で、闇が若干少ないんですね。いいんじゃない。ああ、頼む、落ち込み1個。よし。いや、ああいうの良くないんだけどね、本当は。やっぱ三色陣ね、難しいね。で、ここをどうしようかな。次たまんのが、ゼローグ使おうか。整地してゼローグで。これ使って。で、お、いい街にもできるんじゃないかな。この街はね、本当に来るからね。ほら、来た。よーし、よし、よし。順調。いいね。ここ、闇吸収だったらめんどくさかったな。で、次、ヘラ来たようにこれ貼って。でも、奥にいるから割と簡単なのかな、ここ。光吸収じゃなくて闇吸収でも。めっちゃずれてます。そうか、まだ指あったのか。で、どうしようかな。遠くに使おうか。で、ここで指奪いが消えて、いや、すげえずれんな、ほんとに。いやー、盤面がよろしくない。落ち込む。やばいな、これ結構きついな。これスキルなしでいかないと次ベルゼブブ来たらやられるんですよ。なんで、ここスキルなしでいこう。アヌビスいないとね、ベルゼブブ出ちゃうと負けちゃうんですよね。いや、でも厳しいか。9コンボじゃ。いやー、全然落ち込んこないな。
いい、オッケー、これでヘラ来ても何来ても耐えれる。スイッチします。だね、回復してくるからね、たまに。で、ハックがたまる。なんでここで抜きましょう。よ、いけそうだね、今回。完璧や。で、最後はこの筋肉マンソルジャーからのハクで。理想はね、フレンドの赤さに使いたかったんだけど。多分ワンパンいけんじゃないでしょうか。闇か。最初にね、筋肉マンソルジャー使っていかないと、筋肉マンソルジャーはね、闇を木に変えちゃうんで、ハク使った後にやっちゃうとね、闇が消えちゃうんですよね。よし。しっかり考えよう。めんどくさいからいきます。こうか、こうして。うん、結構盤面、クソ盤面だな。発光も盤面か。オッケー、よかったー。いけん、あ、でも900倍だもんね。いけるか、余裕だ。よし、まあ強いには強いと思うんだけどね、やっぱり落ち込んっていう若干の運要素が必要になっちゃうからね、まあ安定とは言えないんだけど、まあ、やってて楽しいね。お、いいね、貫通いったんじゃないか。いやー厳しいか、急コンボじゃ。うわー、いけるんだ。よし、訪れだけが心配。いやーでもこれ訪れててもあげよう。はい、ということで、じゃあ今回はこれでやります。バイバーイ。